ニュースです。電車で座り込みコンセント使用、車掌注意にも生返事。電車の床に座り込んで業務用コンセントを無断で使用するなどをした女性客2人が JR の車掌に注意される様子を撮った動画が YouTube に投稿され、 Twitter に転載され拡散している。女性客2人は車掌が注意するも視線を合わさず、はいはいと面倒そうに生返事をしていた。 YouTube 動画はこれまでに270万回以上再生されている。投稿者はうるさかったし、みんな迷惑していたと当時の様子を伝えている。